が、まあ、タイ社会が少子高齢化を迎えることにあたってですね、じゃあどういうことがかなり心配されているのかというようなことを、まあ、ちょっとこれから簡単に紹介したいと思うんですけども、まあこの、まあ、パワーポイントに列挙したものをですね、まあ、見ますと、まあ、もちろん人材不足、まあ、これから大変なんだろうということと、あと皆さんの、平均寿命が、ね、伸びていくと、じゃあ老後の所得保障制度どうするのか、あるいは老後の所得保障の、まあ、制度だけじゃなくてですね、全体のあり方がどうなるのか、まあ、これまで家族がメインで高齢者ケアを担ってくるんですけども、じゃあこれからのケアレジームというようなものはどうするのか、まあ、ファミリーが果たしてまだ機能しうるのかというようなことも心配されています。あともう一つは、特に政府の、まあ政府支出、特に社会福祉関係の支出はもう本当に、まあ、近年ですね、かなり増大してきたということが分かります。特に年金と医療費がもう明らかです。まあ後で、まあ、申し上げますけれども、まあ、台湾にもと近ってですね、社会保険方式取ってないんですね。特に例えば国家公務員の年金とか、あるいは国家公務員の医療費補助制度、あるいは高齢者手当制度、あるいは医療費保障制度、もうさっき僕が述べました制度というのはもう全部税方式で、まあ、やっていると。このままいくともう医療費がもう莫大することになるという。あともう一つは、実は中央政府と他のアクターとの役割分担は未だにまだもう明らかにもされてない、あるいは、まあ、高齢化対策に関して中央政府は何をなすべきか、じゃあ地方自体に何を任せるか、あるいは政府ができなければ、じゃあ民間、あるいは民間ではない、まあ、つまり中間的なような組織、例えば NPO とか、あるいはボランティア組織、彼らにどういうような仕事任務を任せたらいいのかという、つまり各アクターの間の役割分担は実は未だにあんまり議論されてない。で、じゃあまあちょっとずつ一つ一つ見ていきましょう。まあ、これはですね、労働市場に対するインパクトなんですけれども、もう日本と同じようにですね、タイの労働市場はもう直接人口構成の変化の影響をもう、まあ、受けてます。まあ、僕も受けました、かなりだいぶ前から。まあ、この図を、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけれども、まあ、この図はですね、実はこれからですね、労働市場に参入する15歳から24歳までのコーホットの人数、まあ、この上の下の部分ですよね、まあ、ちょっと、まあ、オレンジ色の部分と、あとですね、まあ、これから労働市場からですね退出するかもしれない50歳から59歳までコーホットの人数を、まあ、比較したものですけれども、つまりこのギャップが、まあ、黒いグラフとオレンジ色のグラフのギャップというようなものはですね、実は、まあ、人数の観点から、まあ、タイの労働市場が、まあ、どれだけ縮小する傾向にあるのかというのを表しているんですけれども、もう明らかにですね、出ていく人の方が、まあ、もしかすると、はい、まあ、労働市場に入ってくる、まあ、人の数より、まあ、明らかにすると、まあ、これから、まあ、大きいまんまというのが分かります。ただ、まあ、労働市場が縮小するというような問題はですね、実はタイ経済社会にとって決して新しい問題ではないんですね。これは、まあ、ご存知の通りで、まあ、これまで、まあ、例えば建設業とか漁業、まあ、農業、それ、まあ、そしてですね、まあ、一部のサービス業には、まあ、未熟練労働者は非常に、まあ、不足、まあ、しているために、まあ、例えばタイの、まあ、近隣諸国、まあ、ミャンマーとかカンボジアとか、労働者がですね、かなり、まあ、流入、まあ、
してまきました、まあ、合法でも、まあ、違法でも、まあ、両方、まあ、入ってきました、まあ、しかしですね、これから、まあ、さっき、まあ、ポンコット先輩の話にもあるんですけれども、まあ、熟年労働者でも、まあ、付属、まあ、する、まあ、懸念が、まあ、ありますので、まあ、今後ですね、まあ、日本と同じようにですね、例えばあの継続雇用とか再雇用とか、あるいは、まあ、定年年齢の、まあ、延長、あるいは、まあ、高齢者就業の促進で、外国人労働者の政策、まあ、もし、まあ、極端にすると、まあ、将来、まあ、移民政策というようなあり方をですね、まあ、労働市場にまた活気を与えるような措置を、もうこれからも真剣に検討する必要がもう出てくる。で、これも見ていきたいですけれども、実は高齢者が増えていく中でですね、高齢者1人当たりの、まあ、生産年齢人口の、まあ、人数、まあ、よく、まあ、日本でもこの、まあ、2世代のあれを、まあ、よく比較されるんですけども、まあ、つまり高齢者1人当たりの、まあ、生産年齢人口の数、どんどん減ってきます。まあ、今、だいたい4人ですけど、まあ、そうですね。まあ、2016年の数字だと4人ですね。高齢者1人当たりは、当たっては、まあ、生産年齢人口4人いるんですけれども、2040年になったら、もう2以下。まあ、だいたい 2.5、あ、ごめんなさい、2.7 ぐらいの水準まで、まあ、落ち込むように、というふうに、まあ、見込まれているんですけれども、これは日本の方は、まあ、この数字の変化はどういうようなインプリケーション、あるいは意味、まあ、持っているのかというのはもう皆さんよく分かっていると思うんですけれども、多分タイではもう、まあ、タイの方にも分かって、まあ、もらいたい、まあ、ものですけれども、実は、まあ、もちろんこれから将来世代がかなり負担が大きくなるということが、まあ、多分もう分かっていると思うんですけれども、だから、まあ、さっき申し上げましたように、まあ、現在のタイの高齢者福祉、もうほとんどですね、例えば国家公務員年金医療費補助、国民医療保障制度、高齢者手当、全部ですね、財源はもう全部税金で賄われてますので、だからこのまま人口構成をこのままですと、なおかつ制度上はこのままなんかビジネスアスユーシャルでやっていくとですね、もう将来 の負担が、まあ、かなり大きく、まあ、なるんじゃないかというようなことも実は懸念され始めてます。あともう一つ気になるのはですね、実は、まあ、老後の所得保障の今後の在り方なんですけれども、これはタイ社会に対しても結構影響を与えているんです。このようにですね、ちょっと、まあ、後ろの方は見にくいかもしれないんですけれども、大まかに言うとですね、このようは高齢者 の老後の所得の減税、つまり高齢者の所得の減税は、まあ、どこから来ているのかというのを表しているんですけれども、まあ、勤労所得なのか年金なのか高齢者手当なのか、利子所得とか貯蓄取り壊しとか、あるいはレンタル所得、あるいは家族から の、まあ、仕送りとかいうような、所得の源泉、まあ、あるんですけれども、まあ、これまでの、まあ、全国の高齢者実態調査の結果ではですね、現在ででもですね、まあ、この20年間 の、まあ、調査の結果、まあ、網羅するとですね、まあ、現在でも約8割のタイの高齢者はまだ子どもから経済的な支援を受けているということが分かってます。あと勤労所得も結構大きいんですけれども、大体4割の、まあ、高齢者の4割ぐらいは働いて稼いでいます。じゃあこれから、まあ、少子化が進んでいると同時にですね、また平均寿命が伸びていく、まあ、タイでは、まあ、じゃあこういうパターンはこのまま持続
可能なのかどうか、じゃあ老後の所得保障のあり方はどうなるのか、まあ、子どもから経済的な支援を受ける高齢者の割合が、まあ、これから、まあ、少子化とともにですね減っていくんでしょうけれども、どれぐらい減っていくのか、厳しい財源の確保というような状況の中で公的年金のあり方はどれぐらい果たす、その役割を果たせるのか、まあ、政策的な対応がかなり必要不可欠です。まあ、ちょっと別の話に移る前にですね、実は年金と この年金というのは大体国家公務員の年金に表しているんですけれども、大体高齢者の全体の 6.3% 年金受けてます。あと高齢者手当、これは国家公務員の年金の受給者以外ですね、もしその国家公務員年金受けていなければ、あなたはまあ高齢者手当というようなものを受ける資格がありますよ。それはもう 85%、まあ、合わせてですね、もう9割の、高齢者全体の9割はもう公的移転を受けているというのが現状です。で、じゃあ将来どうなるんでしょうかというのがちょっと心配ですけれども、じゃあ高齢少子化の影響でですね、老後所得保障がかなり厳しい状況にある中で、まあ、特に、まあ、若者、生産年齢人口は自分たちが高齢者になった状況に対してどれだけ準備してきているのかというのが気になるんですけれども、残念ながらですね、国家統計局の最近の全国意識調査ではですね、ほとんどの人はあまり準備してないということが分かったんですけれども、まあちょっと残念ながら今日ちょっと持ってきてないんですけれども、最近なんかタイの中央銀行が債務のデータをですね、なんかもうかなりビッグデータを分析して、特に若者がかなりですね、あんまり貯蓄どころかもう負債ばかり起こして、でそれをまたそれを繰り返してで生活しているということが分かってて、で、まあ、将来の老後の所得保障に関してはかなり心配です。まあ、この、全国の意識調査の結果では大体9割の、生産年齢人口の9割の人たちは、老後に何らかの形にで、備える必要というのが分かっているんですけれども、でもその半分ぐらいは何もしてないということがこの調査で、分かってて、だからそうすると、例えばタイ政府が新たな、年金スキームとかそういうのは打ち出しても、もしもともとその貯蓄、あるいは老後に対する備えというような態度が届ってなければ、もういろんな政策をやっても意味がないというのがもう残念で、これもタイ社会にとってはすごいチャレンジな課題です。あともう一つ気になるのは実は高齢者ケアの話です。これもおそらく高齢少子化の影響を受けてて、でかなりこれから深刻な状況になるんじゃないかというふうに私は思います。ご存知の通りですね、タイの社会では、子どもとか家族による高齢者ケアは、従来の、良き伝統です。でそれに加えてですね、いわゆる、20カ年国家高齢者計画というようなものの中には実はもう明文化されているようにですね、高齢者が困難な状況になった場合にはもうすぐなんか国に任せるとか政府に任せるんじゃなくて、家族ケアとかコミュニティケアの役割が期待されるというふうにされてるんですけれども、最近の、全国高齢者実態調査ではですね、家族ケアがまだ高齢者ケアの中心になってるということが分かります。この図はですね、実は生活支援者がついている高齢者の中で、大体42%ぐらいは、娘さん、ちょっと
言えないですけども、まあ、娘さんがついていろんな手伝いを、まあ、しているということが分かります。あと 29% が配偶者の方、まあ、あの緑、まあ、息子の私はまあちょっと入ってるんですけど、ね、まあ、13% が、まあ、息子が、まあ、あのお父さんお母さんの面倒を見てます。でもちなみに私の家庭では私は何もやってないです。あえて言えばですね、実はあの家族ケアはまだ、まあ、言ってみれば健全、まだ健全です。まあ、しかしですね、これからの、まあ、少子化の動向を見ていくと、まあ、どうなるのかというのが気になるんですけども、まあ、ちょっと小さいですけども、でも着目していただきたいんです。まあ、こちらにはペイドケアラーとか、プロフェッショナルケアラーとか、あるいはサーワントエンプロイーという、まあ、まさか 2% ですけれども、まあ、ちょっとですけれども、今回の、まあ、2014年の調査では、まあ、家族のメンバー以外の、 あの生活支援者に頼る、まあ、世帯が、まあ、出てくるということが、まあ、分かっていると。じゃあこういうようなのは将来どうなるのかというのは、あの政策的な、まあ、対応がですね、まあ、重要な、まあ、課題に、まあ、なっている。